会員制だった頃の会員カードやーカフェは Yahoo Japan が日本国内で運営するインターネット接続サービスを無料で展開していた店舗2010年11月30日サービス終了誰でも無料で店舗内に設置されたブロードバンド接続のパーソナルコンピュータでインターネットを閲覧することができる併設されているスターバックスなどのコーヒー店で飲食物を購入して 飲食しながら閲覧しても良い。全く無料であるため、混雑してくると、一定時間後に退店を催促されることもある。このため、羽田空港店のように飲食物の購入を義務付けた店もあった。インターネットカフェとよく似たものと言えるが、利用が全く無料であること、ウェブ閲覧以外のパソコン作業や、USB メモリなどの持ち込み媒体の利用ができないことなどが異なる。また、 日本で非常に普及している漫画喫茶型の複合カフェとは全く雰囲気が異なる。発足当初は会員制で登録すれば会員証ヤフーカフェメンバーシップカードが発行され来店ごとのポイントが貯まればヤフーカフェオリジナルグッズをもらうことができた。その後2006年4月末日をもって会員制とポイント制グッズ交換は廃止された。それ以降は 入店ごとに身分証明書を提示して、利用申請書に、氏名、住所、電話番号を登録するシステムになっていた。ソフトバンクテレコムの公衆無線 LAN サービス、PB モバイルポイントのアクセスポイントを設置しており、ノートパソコンの持ち込み利用に対応していた。Yahoo カフェの店舗には、通常の店舗とソフトバンクショップ内のブース型店舗があった。ありがとうございます。